はい、こんにちは、レトスノーノです。3月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。受験勉強って限られた期間で限られた範囲の内容について高得点を取るゲーム。このように言っているのは麻布中学、麻布高校、東京大学法学部卒で元衆議院議員の遠藤信彦さんです。まあ、受験勉強で言えば、まあ、プロレベルの方です。麻布中学というと、まあ、偏差値70を軽く超える超名門中学校なんですね。まあ、その方が上記のように加えてこのようなことも言ってます。いかに能率的にやるかという方法を知っているかどうか。小学校でこれを知れたら、その後塾に行かなくても東大は行ける。つまり受験勉強で高得点を取るためには、その勉強法を知ってるかどうかっていう話なんですよ。で、それを小学校の頃にもし知っていたのであれば、塾に行かなくても東大ぐらい行けますよってこの方言ってるんですね。で、あいにく私はその方法を知ることができず、大学も一回失敗してます。しかも私は高校2年生の秋から本気で受験勉強をしてたんですね。で、受験に失敗しました。周りの友達っていうのは高校の3年の夏から勉強して国立大学に合格していくんですよ。なので私は周りの友達よりも半年前から勉強してたんですね。にもかかわらず私は大学受験に失敗。一方周りの友達は国立大学に合格。もうその時は私自身、まあ、本当に泣きました。まあ、先生はね、高2の秋から受験勉強をしたら国立大学は行けるって言ってたんですよ。だから私はそれを信じて勉強してたんですね。でも、勉強法は教えてくれてないんです。言われたのはとりあえず勉強量こなせなんですよ。だから私は勉強量こなしてたわけなんですね。でも結局、蓋を開けてみたら、私の方が点数悪かったわけなんですよ。つまり勉強量増やすだけでは合格できないってことなんですよ。だから何がダメだったかって言ったら、まあ、勉強法を知らなかったから、もうこれに尽きるんですね。ゲームに勝つための攻略法を知らないからゲームに勝てないんですよ。受験勉強も同じなんです。受験で合格するための攻略法を知ってるか知らないか、もうそこに尽きるんですよね。宅建も高校受験や大学受験と同じく試験範囲があり、2時間以内に50問解くという制限時間があり、その中でより高得点を取った人が合格するわけですよね。そのための方法があるんですよ。で、それを日々実践できるかどうか、これが合否を分けるって話なんです。単に勉強するだけだと、私の大学受験のように人一倍勉強したのに不合格ってなりますからね。今一度勉強法を考えましょう。そして個別指導ではこの勉強法をお伝えをして実践していただけます。そして今年の受験にもまだ間に合いますんで、今年絶対合格したいという方は私と一緒に勉強して今年絶対合格しましょう。個別指導の概要についてはこの動画の最後にお知らせいたします。では問題に入ります。 A は第三者 C の詐欺により A 所有の土地を B に売却し、 B は善意有価質の D に売却をし、移転登記もなされた。その後詐欺を原因として AB 間の売買契約が取り消された場合、 A は D に所有権を主張できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ丸ですね。詐欺による取り消しは取り消し前の善意無価質の第三者には対抗できません。で、本市っていうのは第三者 C が善意有価質っていう状況なんですね。問題文振り返ると、 C さんが A さんを騙して、で、 A さんは騙されてこの土地を B さんに売っちゃったと。で、 B さんはその土地を D さんに転売した。 D さんは詐欺の事実を知らなかったけれども、それに対して落ち度があった、有価質は落ち度があったっていう状況ですね。で、 D さんが善意無価質であれば A さんに対して所有権主張できるんですけども、今回有価質なので D さんは A さんに対して所有権主張できないんですね。逆を言えば、 D さんが有価質だからA さんは D さんに対してこの土地は自分のもんだっていうふうに主張できるんですよ。なので今回の問題文、 A は D に所有権を主張できるっていうのは丸になるということなんですね。で、そしてこの問題なんですけども、解説をそのまま覚える方いるんですね。この解説っていうのは、詐欺による取り消しは取り消し前の善意無価質の第三者には対抗できないと、このルールをそのまま丸暗記する方いるんですけれども、それだとですね、すぐ忘れちゃって実力ってつかないんですね。で、きちんと理解することが重要なんですよ。
で、今回特別にどのように理解をするのかっていうところをお伝えいたします。まず A さんについては詐欺を受けているからかわいそうですよね。またそれを落ち度なく知らずに買ってその後取り消された場合、第三者 E さんもかわいそうですよね。今回 E さんにしてるのは、あの D さんっていうのはさっき善意有価質だったので落ち度がある場合なんですよね。だから今回ちょっと別の事例で落ち度がなくて知らない、つまり善意無価質の場合を考えてます。それが E さんだったということですね。なのでここが E さんになってここが善意無価質になるという事例です。でそうすると A と E どちらがかわいそうかって考えるんですけども、 A さんは詐欺を受けたものの騙される側も多少悪いですよね。落ち度があるわけですよ。騙される方にも多少落ち度はあるわけですね。一方で第三者 E さんっていうのは善意無価質ということなので全く落ち度なく知らない状況なんですよ。そう考えると A さんは多少は落ち度がある、 E さんは全く落ち度ない、じゃあどっち保護しますかって言われると、やはり無過失の E さんを保護するのがやっぱ妥当ですよね。だから過失なく何も知らない E さんを保護しましょうっていうふうなルールにしているわけです。でこれをまとめると、詐欺による取り消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者、今の事例で言ったら E さんですよね、は保護されるんだ、つまり E さんは所有権を主張できるんだっていうふうになるわけです。言い換えればこの第三者 E が悪意もしくは有価質の場合っていうのは、この第三者 E は保護されずに A さんが保護されるよっていうことになります。まあ、今回の問題文 D さんは有価質だったので保護されません、 A さんが保護されると、詐欺を受けた A さんが保護されるっていうふうになるわけです。まあ、このようにやっぱり理解しながら学習すると勉強で楽しくなりますので、ぜひですね理解しながら学習していきましょう。で実際個別指導ではこのように分かりやすく、また楽しくですね理解しながら勉強できるようになってますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。で問いにですね、高県知事免許の宅建業者 A が高県知事から宅地建物取引証の交付を受けている C を専任の取引士とした場合、 C は同知事にその書き換え交付の申請をしなければならない、丸か×かという問題ですね。で答えはこれ×ですね。そもそもこれ書き換え交付申請っていうのは住所や氏名が変更になった場合なんですよ。で今回住所や氏名って変更してないんですよね。まあ、したがって書き換え交付申請をする必要はありません。住所や氏名を変更した場合っていうのは変更の登録申請をすると同時に宅建支証、取引支証の書き換え交付申請もしなければなりません。まあ、このあたりですね、まあ、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目になってきます。分からなかった方は重要ポイントを覚えられていない証拠なのでしっかり押さえておきましょう。またですね、ボンミス、これすごく注意していただきたいんですよね。これボンミスをするってことはこれ理解できていない証拠なんですよ。で何が理解できてないかというと問題文を理解できてないんですよね。で問題文の理解って実は宅建に合格する上で一番重要なことなんですよ。解説を理解するよりも問題文を理解するっていう方が重要なんですね。なので、まあ、個別指導では一番最初に問題文をどうやって理解するのか、ここをお伝えしてます。これはですね、予備校とかでもあまり教えていない内容なんですよね。なので、自分自身で研究しながら、そこは理解を深めていくっていう形になると思います。なので、自分自身で、あ、じゃあどうやって問題文理解したらいいのかわからない、または読解力がないという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。読解力ない方であったとしても、私がお伝えするやり方をすれば読めるようになってきますので、ご安心ください。またですね、個別指導を受講すれば、まあ、今回の書き換え交付申請以外で、重要な部分、これもポイントの動画がございますので、そちら見ることができます。まあ、今回、ボンミスをした方、また、つなげて覚えるポイントがどこなのかっていうのがわからない方っていうのは、おそらく理解できていない可能性が大きいので、今すぐにでも勉強の仕方を変えていきましょう。覚える勉強、つまり丸暗記学習ではなくて、理解学習に変えていく。これがすごく重要になります。で、問い3ですね。市街化調整区域内に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6000平米の農地を購入した A は事後届出を行わなければならない、丸か×かという問題です。答えは×です。農地法3条の許可を受ける場合には例外として国土利用計画法の事後届出不要なんですね。よって事後届出を行わなければならないと書いてあるので、これは誤りだということですね。
で、対比して覚えていただきたいのは、農地法5条の許可を受ける場合っていうのは、それだけで届け出不要とはならないんですね。もし市街化調整区域内の面積6000平米の農地を購入した場合、一定面積以上の土地を取得したことになります。まあ、今回市街化調整区域なんで5000平米以上ですよね。これが一定面積以上になるんですけれども、6000平米の農地なので一定面積以上です。したがってこの場合っていうのは飼い主は届け出が必要になるんですね。5条許可を受けて市街化調整区域内の6000平米の農地を購入した場合は、飼い主は事後届出が必要となります。で、これなぜ、このような違いが出てくるのか。これ理解するとですね、3条5条どっちがどっち言っても覚えなかったとしても、これ答え導けるんですよ。で、この点ちょっと長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。まあ、こういった部分をちゃんと理解していくことによって、頭に定着してきますので、それが合格につながるんですね。まあ、これ1問だけだったら1点ですけども、こういった部分っていうのはたくさんあるので、それを積み重ねていくことによって、確実に点数を重ねていって、合格を勝ち取ることができるということです。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。